さあ潜入行きます。大五郎解放、捕虜の場所は、コンピューターで確認できます。センティネル社との契約。契約通り、早速センティネル社から100人規模となる第1回目のグループをアウロアに配置しました。マデラは移送されたのね。伊藤なら彼女の行き先を知ってるかもしれない。以下の一層要請を発令、ポーラマデラを現在の収容所、まあ、現在今探索している収容所からオメガ研究開発センターに直ちに移送すること。移送されたらしいです。マデラはオメガ研究開発センターに移送されたということです。ない。リロードしとこうか。何これ、メイリーフォールズジュース 100% ネイチャーインダボトルアベイラブインユアストア 100% オーガニックイングレディエンツだそうですよ。まあ、やはり有機野菜、有機の果物ですね。待って、画面がちょっとちょっと暗いのでちょっと待ってくださいね。ブラインドちょっと閉めてきます。ユニティスエンプティー、ディスベンディングマシーン、空っぽですか、この自販機は。暗いな。でしかし、音立てるでないぞ。で、何をせえ言うんやったっけ。大五郎を解放する。大五郎解放、ここよな。ここの中に大五郎さんいるんでしょう。セルボックス、ちょっと待ってや。上におるん、どっかおるんでしょう。関係ないな。あ、あっちね。23m。まあ、刑務所ということなので、あ、これでね。お、わーわー言ってるわ。この事態を予想してたか。お、これが囚人、アウトキャストの囚人たちか。囚われてたんですね。これは敵に見つかった、気をつけろ。で、一緒に戦ってくれるということですね。それは心強い。解放していきましょうか。ありがとう。どうも。そこおらんのじゃない、兄さん。自分がゲリラ戦に参加するとは思ってなかった。
これで周回ってきましたかね。なんかそこ情報がありますけど、解放あ、これ自分のところか。ベッド散乱してるな、これ。びっくりした。ああ。さあ、大五郎さん。大五郎さん。階段どこ？あれ一周しけてる。上への階段どこですか？階段、階段、階段が分からん。おお、ここか。あ、すぐスタミナが切れてしまう。で、大五郎さんがこの上、あそこっすかね。その部屋は綺麗やな。トイレ部屋あって、これは何じゃ。ベッド向こう。この人はあれでないですね。あ、新聞、本読める。本かな。おい、敵に見つかったぞ、警戒しろ。なると思ってたか。いや、あそこまでは予想できませんでしたけど。お、さあ、ここか。この人か、大五郎さん。ねえ、ポーラ・マデラのことは知ってる？ドローンエンジニアの。なんだって？彼女が作ってるのは島中を飛び回ってる殺人ドローンよ。ちょっと、何を吹き込まれたのか知らないが、彼女がセンティネルに協力してるなんて馬鹿げてる。彼女は俺たちの仲間だ。勇猛果敢なアウトキャストさ。ならなぜドローンを作ろうとするの？お前一体誰だ。落ち着いて、味方よ。私は墜落したヘリに乗っていた。隠れ家へ行こう。話はそこでする。行くよ。名前は？ノマドよ。あんたは？大五郎伊藤。あんたみたいなテクノロジー嫌いが地球最先端の場所で何をしてるわけ。機械が嫌いなんじゃない、トランスヒューマニズムが嫌いなんだ。人が人を超越するってやつ？俺たちのモットーの一つは、ネアンデルタール人を忘れるなだ。ネアンデルタール人と今の人類は祖先が同じだが、人類はネアンデルタール人を絶滅に追いやった。少なくともその原因の一つだ。今の私は同じ人間に滅ぼされそうよ。
わ、すごい筋トレ、トレーニングマシンがあるな。何キロぐらいやろ、書いてないかな、書いてない、書いてなさそうだね。で、これ自販機、ニューアーガイルミールズで、ウォーターサーバーがあるか。それで安全な隠れ家が戦略マップに追加された。ここ収容所なので、戦略マップ、ここですか。ダイゴロを救出する。ポーラマデラはドローンを停止させるウイルスの開発に不可欠の人物であって、その脅威を排除するためネイル方にいるスケルが彼女を必要とする。まあ、ここに護送しろと。ヘリコプターが確かね、ありましたので、ヘリコプター、ここね、ヘリがあるんで、ここに連れて行きましょう。はい、ダイゴルさん行きますよ。ああ、あと、かわいそうなんで。皆さんも解放してあげましょう。はいはいはい、なんか怒っとったか。ちょっと早く我を解放しなさい。我を解放せ。おお、ペイントしてるわ。これ東洋人かな。この人も部屋綺麗ですね。本読めるんですね、この収容所。大概収容所は本読めないことが多いんですけど、なんか一時なんか裁判になったんやったっけ、なんか法律の資格の免許を取るので新聞を読みたいって言ってた囚人の方が、それ願い出たんですけども、いや、それはダメだと言って拒否されたんが確か裁判になってたような気がしますね。アイテムもひとしきり取ったかな。うん、取りましたね。じゃあ、あとヘリコプター行きましょう。ヘリコプターのところね。さっきの車の人ずっと止まっとんやね、ここ。あ、ここ収集アイテムがあるわ。まあ降りましょう。また勝利したぞ。いや、一応敵排除した私なんですけど。おお、打倒センティネルに近づいた。おお、勝ち時上げ取りますな。みんなよくやった。奴らも思い知ったろ。いやコツを掴んできたな。で、新しくアップロードされて、センティネルっていうところのモードをオンにしたら、あの人たちがね、いっぱい出てくるんですよ、このフィールド上に。で、一緒に戦ってくれるんで、それオンにしてもええかもしれんですね。あれ、大五郎さんどこ行った？あ、で、ヘリコプターがっちやね。やっぱりいいかな。ちょ、まだおるん？いや、まだいらっしゃるの？早いね、エイムがなかなか。さあ、この人はどこに乗るんでしょうか。ちゃんと乗ってくれますかね。どこの席に乗ってんの。サイド席に乗ってんのか。こ
これは武器は積んでないね。ちょっとあっちなんかアイテムがあったみたいなんで。え、なにこれ、蜂？え、こ、あー、これすげえ、すごいです。これミツバチのこれ蜂ですね。蜂のなんだこれ、ちょっと静止画で撮りたいみたいな蜂。これドローンっぽいけど、これなんか花粉なんとかって書いとったよね。花粉媒介者、未来のための植物層。お、何やろ。花粉、そういえばあのミツバチが少なくなりましたよね最近。ネオニコチノイドっていうあの神経薬ですよね。おらんよね誰も。モンサントやったかな、あれアメリカの農薬会社、肥料会社の、あそこが作ったモンサン、あの、ネオニコチノイドっていうあのミツバチ、の神経毒なんで、あのミツバチがいなくなるんですよ。あの方向が分からなくなるみたいなので、あれで日本のミツバチがどんどん消えて、ネオニコチノイド使うなっていう法律というか裁判の判決がヨーロッパでは出てるんですけど、日本じゃまだ使われ続けてると。もう大問題ですよね。ミツバチなくなったら人間は生きていけないとアインシュタインが言ったぐらいですから。花粉やん。やばいな、ちょっと前みたいなことにスケルさん置き去りにしたみたいなんで、ゲームオーバーになってもいかんで、ちょっとついてきてもらいましょうか。いや、ですからヨーロッパでは禁止している農薬が日本では使われ続けていると。だから基準が甘すぎるんですよ、日本の、まあ農林水産省とあと JA とかがね。でヨーロッパではあの禁止しているのが、あ、ちょっと待ってね、花粉媒介者、未来のための植物層。すごい文章量ですな。花粉媒介者、未来のための植物層とロロシーリ、ジョスケルテック機関誌への寄稿文ですね。昆虫学者のウィム・バンダイク氏はドローン同士の同期にシンクロナイゼーションに活用できる複雑なアルゴリズムを用いた革新的な技術について講演で発表しました。農業の未来であると脚光を浴びているポリネータードローン。どういう意味だ、ポリネータードローンは蜂の群れに関する彼の研究をモデリングして、それを応用したもの、新たな処理コンポーネントを実装することにより果物をはじめて、花や野菜の生産増加ですよね、まあ、それは花粉の研究ですからね、増加を促進される動的な収穫パターンをドローンが作成できるようになります。農業従事者はこれを実用化することによって、収穫量の増加、作物成長期の延長
で、生産高の増加を期待できます。初回試験はリバティ郊外でも実施する予定です。これが成功すればこの技術は世界規模での食料不足解決につながります。まあね、ステルセック機関誌ではここ数年間にわたってバンダイク市の研究に注目してきましたが、バンダイク市の革新技術が地球規模の影響をもたらすであろうと本誌記者である筆者は信じていますと。だから植物、まあ、いちご農家とかですかね、ミツバチの受粉と、ミツバチの受粉でできたいちごと、人間のこの人工受粉でできたいちごっていうのは、もう全く形が違うと。人間がこう、スポンジかなんかでこうやってね、やったいちごはもう、形がいびつっていうことはよく言われてますね。これは。さすが本がいっぱいある。荒れとるなというか荒らされとるんやな。お、ぬいぐるみ。これですか、ぬいぐるみに近づいてこう拾おうとしたらバーンと爆発するっていうね、昔よくありましたね。にしてもすごい荒らされよう。さっきの兵士ってあそこですか。見えんの。申し訳ないけど犠牲になっていただきました。上なんもない。ビリヤードあるし。経験値欲しさにね。ヘリに戻りましょう。蜂小屋が置いとる。蜂小屋かあれ。まあ、花粉だよな。花粉の研究。登れない。やっぱ蜂小屋？蜂小屋ですよね。多分ね。あ、落ちた。蜂小屋ね。大五郎さん、蜂小屋ですよね、これね。まあ、特に日本ミツバチはもういないですね。私の近くに養蜂をやってる人いるんですけど、日本ミツバチが本当いなくなったって言ってますよ。頑張ってね、花粉を集めてください。さあ、運転していきます。大型のヘリなんで、ビバークも開放していきたいんですけど、プロペラの径が普通のヘリコプターに比べて大きいんじゃないかな。あれぐらいだったらビバーク開放いけるかな。
なダムですか。ダム、ダムやね。あのダムを作りすぎるとこう地震が起きるって話聞いたことあります。あとあの二酸化炭素をこう地中に埋める技術ですよね。まあ、温暖化の原因と言われている二酸化炭素なんですけど、二酸化炭素をこう地中に埋めることをやっていくとそれも地震が増えると言われています。針葉樹林帯やっぱりこう、ね、雪が降るので針葉樹林ですね。さすが、おーとととさすがこのゲームは考えられておりますな。針葉樹林やね。かなりこう気候、このあの緯度とか経度によって、緯度やね、緯度によってこの植物層が変わってきます、このゲーム。で住んでる動物もいろいろ変わってきますので、そのあたりもね、楽しめるゲームです。もう早くこれスタミナのスキルポイント取らんといかんね。すぐ疲れる。大五郎さん、隠れ家に外におりますやん。教えて、ポーラはどこ。マデラは善人だ。彼女をどうするつもりだ。ドローンの警備区域を潰すために彼女の助けが必要よ。第一制限区域で彼女の名前を耳にした。そこにいるかもしれない。はい、ポーラマデラの居場所ですね。教えろ、ポーラはどこだ。まあ、第一制限区域という区域で彼女の名前を耳にした。そこにいるかもしれない。移送された、移送先がそこですね。センティネット、居場所は分かった。彼女は殺人ドローン計画の切り札だわ。やつらめ、あんた彼女を何とかするんだろ。必要なら何でもするぜ。大丈夫よ、私が何とかする。はい、ということで新しいミッションが加わりました。今のはね、クリアできましたよ。でもう一回これね、リプレイするんだったらこれリプレイできますんで。でマデラを見つけると、彼女は第一制限区域にいるということで、次回のねミッションもやっていきたいと思いますですね。大五郎さん、あ、君一人でここいるつもり。あ、話せない。食料は、食料は、あ、サブマシンガンがありましたね。交換しようか。どう？敷布団かな。もちろん野営地。
その目標はあちらみたいです。車もあるしね。あれ、ビバークどこ？ここか。うわ、なんだこれ。ドローンがあるやん。ドローン自体がありますやん。すぐそこに。まあ、ビバークで体を休めてね。まずはね。うわー、これ早く本当スタミナの、スキルポイント取りたいですね。